首都圏を中心に活動するアーティストの皆さんをスタジオにお迎えしてお送りするウィークエンドカフェ、今日のゲストは初登場、牧野めぐみさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。宮城県出身、実はバスガイド出身の牧野めぐみさん、演歌でもなくポップでもなく現代の歌謡曲といった老若男女誰にでも聴きやすい歌を得意とする牧野めぐみさんです。この後たっぷりお話を伺います。改めまして、スタジオにお迎えしているのは牧野めぐみさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介からお願いします。はい、私は牧野めぐみです。デビュー6年目に入りました。出身は東北の宮城県です。今日は、すみません、緊張します。私は、東京を中心に、頑張って歌手活動をしております。元バスガイドもやってましたので、ぜひたっぷりといろいろお話ができたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、ね、お顔がちっちゃくて色白で可愛らしいんですよ。皆さん本当見ていただきたいんです。ありがとうございます。出身は宮城県ということで、はい、東京に出てくるきっかけってどんなだったんですか？東京に出るきっかけはですね、はい、まず高校卒業の時に就職をこう決めるじゃないですか、はい、その時に三者面談で学校の先生に歌手になりたいですって言ったら先生がひっくり返っちゃいまして母も泣いちゃいまして、でまあそんな時に先生が歌とおしゃべりがどっちもできる職業、うん、バスガイドがあるよということで、はい、なるほど。で、試験を受けて、うん、そしたらたまたま埼玉県に配属ということで。じゃあ埼玉のバス会社。そうです。なるほど、埼玉にもゆかりがあるということで。そうです。嬉しいですね。はい、はい、もともと小さい頃から音楽っていうのには興味あったんでしょうか？はい、もともとありました。3歳くらいの時から、うん、帰ってこいよっていう歌を歌ってて、はい、うん、街のカラオケ大会、トラックの上とかで歌ってたりしました。じゃあもう人前で歌うことは小さい頃から結構好きだったんでしょうかね？はい、物がもらえるっていう、褒められたり景品もらえるっていうのが出場すると。はい、なるほどね。小さい時って褒められると何でも嬉しいですもんね。そうですね。はい、実はここでちょっとメッセージが来てるので読みたいと思います。はい、はい、60代の男性、入間の哲夫さんから、メッセージをいただきました。はい、私はめぐみさんがバスガイド時代、会社の慰安旅行で優しく接してくださり、面白いアッペトッペな話をたくさんしてくれたことを覚えていたのがきっかけで、めぐみさんを応援するようになりました。歌手になるためにバスガイドをされていたそうですが、出会いとは不思議ですよね。めぐみさんに出会えたことを本当に嬉しく思っていますということです。アッペトッペとは仙台弁で、はい、ちょこちょい、トンチンカンという意味。トンチンカンという意味です。ということなんですが。はい。そんな話をたくさんしてくれて覚えていたという。びっくりなんですけど、はい、私がデビューしてから、はい、もしかして前バスガイドやってませんでしたかって、多分そのバスに乗りましたっていう方だったんですけれども、うん、今も歌手になってずっと応援してくださって、うん、多分当時ね、私、バスガイド時代、本当にアッペットっぺなことが多くて、ハイヒールの片方だけの、なんて言うんですか、ヒールの部分が折れちゃって、高さが違うまま案内歩いたりとかですね、トイレまで皆さん案内したり、あとはオライオライって、バスを誘導するじゃないですか。はい、その時に、バスだけ見てて、自分の後ろを見ないで、畑っていうか田んぼみたいなところに私だけ落ちたことがあったり。本当ですか？本当にアッペトッペのこともたくさんしてしまったんです、ね、アッペトッペですね。はい、そうなんです。はい、もうなんか可愛らしい、めぐみさんからは想像ができません。ちょっと天然なんでしょうか。一生懸命すぎました。いや、そんなこうね、面白さと可愛らしさがきっとバスガイド時代も皆さんをこうね、温かくしていたんでしょうか。ありがとうございます。ね、バスガイドを埼玉県内でしていたということですが、はい、はい、埼玉ね、本当にゆかりがあって本当嬉しいです。はい、今日東京から来る時にこう、うん、電車に乗ってきたんですけど、はい、久しぶり、久しぶりに景色がすごい懐かしくて、私宮城からここに出てきた時に、うん、なんかだんだんすごい
ビルがいっぱいあって、3階建て以上のビルもたくさんあって、家もあって、はい、すごい都会だなって、西浦和に来た時に思ったんですよ。そういうことを思い出したりして、なんか懐かしかったですね。ちょっと懐かしながら来ていただいたということで、はい、嬉しいですね。で、デビューは2003年ということですが、はい、こう念願のそう、ね、こうバスガイドを経て、念願のデビューをした時はどうでした？いかがでした？ああ、なんかそのデビューするまで7年間、まあかかったんで、ああ、やっとここまで来た、まあこっからがスタートだって、またこう切り替え、嬉しいというよりは、またここからなんだなっていう。ここからスタートだ、またっていう、はい。っていう気持ちでいっぱいでしたね。はい。なるほど。